原富太郎原富太郎昭和14年8月16日は日本の実業家美術品収集家茶人号は三景美濃国厚見郡沢村出身原富太郎旧像の国宝の苦弱名王像原が井上香るから購入したもの青木久江の長男として生まれる生まれは岐阜市安内津町沢小学校卒業後儒学者の野村東院や 草場船山に学ぶ。その補助教師、東京専門学校で、政治学、経済学を学び、アトミ女学校の教師を務める。1892年、横浜の合商原善三郎の孫であり、アトミ女学校での教え子であった、原谷久氏と結婚して、原家に入り、家業を発展させた。神奈川県横浜市を本拠地とし、 絹の貿易により富を築いた。また、富岡製紙場を中心とした製紙工場を各地に持ち、製紙家としても知られていた。1915年に帝国三種の社長、1920年に横浜更新銀行の頭取となる、美術品の収集家や茶人として知られた。25歳頃から集め始めたコレクションは5000点を超え、没後に美術館や、 他の個人収集家に分散した。日本や中国の古美術品を集めるとともに、同時代の画家の作品を購入したり、生活費を支給したりして援助したパトロンでもあった。没後、収集品は各地の美術館や個人に分散したが、2019年に開催された横浜美術館開館30周年記念生誕150年、没後80年記念。 原三景の美術伝説の大コレクションで展示された。美術愛好家の実業家として、三井財閥の増田隆史ら政財界の要人と交流があった。仏画、苦弱明王像は、明治末期、所有者の井上薫に梱包し、1万円で譲ると言われて、コレクションの一部を手放して購入した。横浜本木に三景園を作り、 京都や鎌倉の古建築の建物を移築した。三景園には1906年の開園時に、遊覧後税という直筆の門札を掲げ、延長した画家たちを招いて美術について語り合った。彼らの師である、岡倉天心やインドの詩人ラビンドラナートタゴール、四足の原善一郎と信仰があった、和辻哲郎や和辻に連れられた、夏目漱石も来訪した。 1923年の関東大震災後には、横浜市復興会、横浜貿易復興会の会長を務め、資材を当時復興に尽くした。自らの収集品を解説した、三景町の半下が震災で焼けて、観光を中止する浮き目にもあっている。三景園は、第二次世界大戦前より一部公開されていたが、戦後、原家より横浜市に譲られ、現在は、 公益財団法人三経営保障会により保存され一般公開されている。子に原善一郎のほか、原良座ブローラーがいる。原のりゆきは孫の夫。ありがとうございます。